ドイツにとっては必ずしもポジティブなことではないものを、小学校の段階で教えることによって自分の中に抵抗のようなものを迷うんだよ。ないです。まさかドイツの歴史ですよ。子供たちにも適切な方法で説明しなければ。現場の教員に大きな裁量があるため、各学校で多様な教育が行われる。そうではなかった時代もあった。ナチス政権の時代で。友達、友達ベルリンから車で2時間。世界中から17万冊以上もの教科書を集めた研究所がある。推薦することはないという。置いてもいいよ。ドイツでは公職に